い、皆さんおはようございます。中島でございます。本日は、3月13日でございます。今日のですね、お月様からのメッセージは3でございます。太陽ですね。月ときたら次太陽なんですけど、そうですね、今日のそのお月様のメッセージの中のこう裏メッセージみたいなものがあるんですけど、それはですね、太陽っていうのはね、エネルギーの源なんですけど、ちょっとですね、近頃皆さん傲慢になったりしてませんでしょうか。自分の、まあ、当然と思ってる力、そういうのにちょっと甘んじたりしてませんでしょうか。っていうようなことを裏メッセージではちょっと伝えてきてます。ちょっとお気をつけください。特に、今日は太陽からのメッセージがたくさん届いているので、そういうことがこう倍増しちゃったりします。なのでちょっとお気をつけくださいとですね、まあ体調的にちょっとこう最近元気がなかったかなという方なんかは、どんどんとちょっとこう浮上してまいります。大丈夫でございます。本日とかを機にちょっと体調が悪かった部分とか、あとそうですね、そろそろみんなも花粉症で悩まされてる人とかもいるかもしれないんですけど、今年はですね、ちょっとね、根本的なところからね、体質改善してみようかなとかね、そんな風に花粉症のきつい方は考えてみられたりするのもいいんじゃないかなと思います。あとですね、今日は、意識する数字は5です。これね、フリーダムです、自由です。今日は先ほどはちょっと裏メッセージを言ったんですけど、全般的にこうフリーダム、もう自由を、取りに行こう、ね、自由をつかみ取ろうみたいなね、そんなことを意識してもらってもいいんじゃないかなと思います。でそれからですね、共鳴カラーは白です。白なんです。昨日に引き続き白ですが、やっぱり今日もまた白の波動をたくさん受けて、皆さんパワーアップしてください。でそれと私は、今日は、大阪でございます。地元に戻ってまいりました。地元といっても私は兵庫県なので、ちょっと県民的には違うんですけど、私は尼崎というところで生まれましたので、尼崎はとても不思議な、県で、足で、電話は06、車のナンバーは神戸ナンバーという、本当に不思議なところなんです。しばらく本当に実家にも帰ってないんですけど、関西には最近よく出没する中島でございます。それとですね、もう間もなくです。桜旅が始まります。今年の桜旅はちょっとある面白い企画なんかも考えてますので、もうちょっとしたら発表いたします。また、皆さんと楽しく盛り上がって、今年の桜も、日本全国で眺めていきたいなと思っております。じゃあそれではですね、皆さん今日も良き日となりますように。